今日は7、8プラのこのエアコンの吹き出しのコントロールのカバーを、まあ、カバーをね塗っていきたいと思います。なんで塗ろうと思ったかというと経年で塗装が落ちてますね。こんな感じで素晴らしいので塗ろうと思います。で、まあ、簡単にね真っ黒に、ね、していこうかなと思いますので、賛否あるかと思いますけど、もう一番安上がりなんでやっていきたいと思います。で、灰皿外して、これで取れる部品はね全部取りましょう。はい、じゃあ取って塗装していきます。まあドライバーで取っていくだけなんで、しがないだちょっとわかんないですけど、ちょっと取っていきますね。はい、さっきの続きなんですけど、こちらねシガーライター取れなかったんで、適当なキャップを置いて塗ろうと思います。だいたいペットボトルキャップぐらいかな。まあこんな感じで試写黒なんで別に目立たないと思います。やっていきたいと思います。真っ黒っすね。で、先ほどパネル今バキバキに割ってしまったんですけど、接着剤でつけて塗りました。安いスプレーで塗りましたよ。バンパープライマー、私っぽいプライマーをね塗ってください。じゃあプライマー塗ります。はい、じゃあ塗っていきたいと思います。まずはミカクロンマルチプライマーいきます。垂らさないように注意で。ちょっと乾いたらまた塗ります。繰り返してください。短時間放置らしいんで、ね、乾いてからっと塗るようにしてください。ミカクロンマルチを塗って10時間経ったんで黒く塗っていきたいと思います。ラッカーのタンスプレー安いやつで塗っていきます。こんな感じ。早いかな、少なめで拭いて
ます。はい、さっき3回ぐらいね塗ってだいたい黒くなりましたね。黒くなりました。灰皿の方も黒くなりました。もうちょっとだけね染めていきたいと思います。今回は密着ロンマルチのみです。密着ロンマルチのみだけで下地は出しだけでちょっとやってみました。どんなもんかすぐ取れちゃうかもしれないんですけど、まあいいや、取れたらまたやります。